はい、音量出しました。横顔です。というわけで、おはげ使っていきましょう。で今回は、えー、デス,スリンガー君と相性いいかなと思うパーク持ってきました。ということで、最後のお楽しみいたち、簡、えー、逆、えー、ナースコールでいきたいと思います。で、アドオンが、えー、巻き取る時間早いやつと、えー、構えてる時の移動速度アップするやつです。はい。えー、テロップで、えー、効果は補足説明入れておこうかなと思います。 壁すき破るかがっつり回してんね最近の相場は発電機だいたい1人チェイス終わると発電機1個回っちゃうみたいな相場なんでえほんまにね結構ねピリピリした環境というかほんまにミス許されない環境なんですよねでこんな流暢に僕いたわってますけど結構やばいですねこれさあおったおったおった ただこの辺だいぶね整地してるんでチェイスはしやすいかなと思いますここも割,割ろうか大丈夫かな俺こんな整地しとって中央に関しては相当ね盤面は作ったんでまあなんとかなると思うんですけどはい で、えー、お楽しみあるんで、できるだけオブセッション以外狙っていこうかなと思います。ここもね、壊しとこう。ここね、結構ね、壊さずにチェイスすると結構しんどいんですよ。それは学習済みなんで。読みに打ったけど当たらんかったな。さ、これもいけるでしょうね。多分いけます。あ、そこ板あんのそんな作り知らんわ。あ、でも弱い板やな、これ。 いやー、リロードしてる間に行かれた。もったいね。あ、これ行くね。デッドハート、殴れる。うい。今回結構遅いですね。いつもの感じやともう回っててもおかしくないねんけど、なんか回ってないですね。ラッキーです、これは。さあ、吊るしていきましょう。で、壁も破壊できてるし、まあ焦らんでいいかな。うん。 とか言うてると一個ついちゃいましたね。もうこれはしゃあないほんまに。初動僕が遅すぎた。うん。でもね、整地はできてるんで、なんとかなると思います。で、ここ、知ってましたこれ、発電機回ると、穴開くんですよ、ここ。それ一応覚えといたほうがいいですね。あ、これ、救助行ったね。救助ちゃうんか。 よし。これ、お楽しみトークンもらいましょうか。ここ、通らんのね。お、フェミ来た。お楽しみトークン、あー、もう、お伏せやん、もう。お伏せいらんて。よし。お伏せマジでいらんて。え、なに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 これ。美味しい。お伏せのトークンもらえ、お伏せじゃねえや。 お楽しみのトークンもらいましたね。OK。で、ここ、蹴りましょうか。多分ジェイク回復かな。あ、おったおった。めっちゃいっぱいいてるやん。いや、これ、美味しすぎんねんけど。いいのありがとう。これ、めっちゃラッキーっすね。 そしたらここも蹴りましょうか。あ、イタチまだ入ってるわ。美味しい。さあ、ほんまにね、もう最近ね、勝てなすぎてね、もう必死なんですよ。毎回毎回。ほんまに必死で、マジで必死です。行きましたね。これは絶対釣りたいね。はい。 よし。もうこれでいいんです。ほんま泥臭くてね。もう最近なんか動画の見栄えとかね、いろいろ考えとったんですけど、ほんまもう勝てないっすね。マジで。っていうか、多分僕が下手くそっていうのもあるんですけど、なんか、その理想としてるゲーム展開には、持っていきづらくなりましたね、やっぱ。この時代が、 そうさせとんのか、それはわからへんけど、マジで勝ちにくくなってる。これいけるね。これなんでここ入ってんやろこれめっちゃ美味しいな。ジェイク起こされてまうかもやけど、これめっちゃ美味しいです。いや、もう久しぶりに勝てるかも。もうね、負けまくってね、多分僕が下手っていうのもあるんですけど、え、ランク確かね、2の星1から、 もう気づいたら、紫ランクの星六になってたんですよ。すごいでしょいや、ほんまにね。いや、これはさすがに多分僕が下手くそなだけやと思うんですけど、ほんまに負けまくっとるんですよね。マジでひどいです。よし。さあ、お楽しみトークも溜まったことやし。 展開悪くないよ。これ久しぶりに。いや、あ、ストライクか。最悪や、マジで。切れそう。マジで切れそう。いや、ほんま久しぶりやわ。なんか、ちょっと勝てそうなゲーム展開。ほんま久しぶりです。これ救助行ってますね。さすがに。いっとるやろ。さあ、どこ隠れとんねやお、オッケー、フェンミンゲット。え、なんでやねん、ほんま。なんか吸い込まれてるし、ア安定ほんま辛いわ。さすがにいける。 よし、オッケー。さっきまでフェンミンがおブせやったんですけど、ストライク打たれて交代したんで、フェンミンゲット。いや、なんか俺ずっと地下の攻防戦になってるな。いや、ええー、ねん、これで。泥臭くてもいい。そして、この構成は、上手い人が使ったらめちゃくちゃ強いと思う。まだリアリティがちょっと高くないんやけど、ほんまにね、この構成はね、マジで強い。うん。これもここ守っとったら勝てるね。 発電機全然回ってないし、救助意識高いし。うん。いや、やっとや。もうほんまに何連敗したやろ、俺。15連敗ぐらいしてたんちゃうかな。赤の2の1から、ここまでなくなったんですよ。すごいでしょこれ、お伏せなんですよね。これ、繋ぐだけ繋いで。いや、やっても殴って、いや、ミスった、これ。やってもうだ、もったいな。 これめっちゃもったいなぁいやいやったもうだあこれ無理や戻ろうよーしケーオッケー,オッケー,オッケー全然オッケーよこれロメロいきましょう遠くん飛ぶ いないただもうお楽しみがねガッツリ溜まっちゃってるんでこっからは聖地もできてるし立ち回りやすいですいやほんま久しぶりやめっちゃ嬉しいわいやめっちゃ嬉しいこれ動画撮れてるよなほんまよかったーいやね多分僕のねこの怖いのというかいつものねあの,あの厚かましい口調からまあ想像もできひんぐらいこのね 一生一生噛み締める感じ。いや、ほんまに演技じゃないんですよ。マジでこれ久しぶりなんですよ。いや、ほんま嬉しいわ。いや、外した。僕はね、下手です。はい。普通に下手です。リロードだけしといて、まあ、聖地できてるから、ま、あ余裕持っていってええかな。入るふりして。あ、なんでそれ外すのほんま下手っぴ。ピッピ。 すい見せましたまあジェイクほっといて迎えに行きましょう迎えに行くって何やさあこれナスコが強いよちいオッケーめちゃ美味しいわまあこれガンガン打っていきます多分ストライクあるかもやけどお構いなしイダとんだねさすがに勝てるかな いや外すね聖地聖地聖地はほんま大事やからね板を割ってどんどんフィールドを作っていこう自分のでこれ焦らず焦らずねこれ焦らずにしっかりやって殴るとオッケーでね最後のお楽しみこれね使ってたら分かったんですけどレベル3じゃないと結構きついですというのもねあのトークンがね減る数が違うんですけど これ、レベル1で4やったかなレベル2で3減ったんで、で、レベル3でマイナス2なんですよね。で、せっかく貯めメトークンね、レベル1とかやったらもう 4, 4個持っていかれるんで、めっちゃきついんですよね。だからこれも最後のお楽しみに関しては、レベル3。まあ、絶対かなと。思います。はい。あとは何が欲しいかな まあ、あ観客とナス子の関係性は言わずもがなら強いんですけど、ちょっとね、あの、口が乾燥して、滑舌が崩壊してます。すいません。もう一回飛ぶかな。ここループするな。さすがにこれは、甘えたところを、焦がめていくと。うん。で、板壊して、釣って、いたしかな。 でナースコールも確かね、これ、えー、変動が20、24、28だったと思うんですよ。で、僕今レベル1なんで、20メートルですね。うん。空28メートル以上のとこから見える方が強いんで、いないか。うん。まあ、これも間違いなくレベル、えー、3の方がいいですね。うん。で、観客は、えー、8メートル、8メートルは変わらんのかな ただ、あの、見える視野角がね、多分変化したと思うんで、これもね、まあ、できたらレベ、まあ、とか基本的にもうレベル3の方がいいです。それは基本です。で、これ、実は下から打ち込めるんですよね。回してますね、これ強気に。落下後を狙っていくと。あと1人やね、これ、フェンミーやったっけ誰やったっけ ジェイクかフェイミンどっちやったっけなまあ、あと一人ですね。これは、えまあ、長期戦になるんですけど、久しぶりの全滅行けそうなんで、えー、頑張って探しましょう。二人でおったんかな口が乾燥しまくって、リップロイズめっちゃ入ってそうなんですけど。てかもう、滑舌が回らへん。めちゃくちゃ口が乾燥してる。 てかね、もうそれぐらいね、苦労したんですよ。もうなかなか勝てんくて、ほんまに苦労したわ。うん。で、まあ、げん、おー、間違うよね、これ。うん。で、まあ、原点回帰といいますか、まあ、しっかりね、もう戦術として、守れるところは守っていく。 いやほんまそういう風にしていかんと勝てへんなって思いましたねもうここ15連敗ぐらいしてほんまにこれね誇張してないですほんまに15連敗ぐらいしてますやっとか久々の勝利やなさすがにここ残り1人は見つからんかな救助も行く気ないんかな、まあ、ハッチも出てないし完全に運ゲーになる可能性高いですでここはもう長かったらカットしてますはい いましたねでまあジェイク行って終わりでしょうこれも殴りましょうかういやっと終わったか長かったほんまやったよねデッドハートここはまあショートで回っていけそうか 最後は銃打ち込んで終わりたいねうんはいということで GG ですいやーほんまに苦労したんでねめちゃくちゃ嬉しいわうんでこの構成はねシナジーやってめちゃくちゃ強い構成やと思うんでねぜひ皆さん育成してください多分今のこのあれちょっと待って嘘やろえ え、最悪やねんけど。えそんなことあるえあ、いるわ。危ない。怖い、怖い。はい、うん。で、ほぼほぼね、これね、最適解というか、まあ、あ多分買えるとこあるなら、イタチのところかな。うん。まあ、イタチのところを、まあ、あなんかに変えるかなっていうところで、もうほんま、最後のお楽しみと、観客なすコライめっちゃ強いです。はい。おすすめです。 てなわけで最後までご視聴ありがとうございました。ほんまに良かった。バイバイ。